天熱器の裏をバラしてみました。ただ単純に内側と外側を100ボルトのそのままニクロム線に、繋いでると同じですね。ということは、ただ単純に繋げば発熱するということですね。ここが切れております。だからこう来て、これとえー中の2つですね、中の2つだからこれとこれですね。これが2つで1本になってるから、どれ、これが使えるんじゃないか。雪の中から掘り起こしてきましたね。鉢の壊れたやつ。ここに、ニクロム線を入れると。ね、いいと思いませんか。じゃーん、これで電気を通してみます。来ましたね。ちょっと電気強すぎるんじゃねえか。大丈夫だろうか、これで。ちょっと熱くなりすぎてんのかな。もう少し抵抗なんかあった方がいいのかな。蜂の方から、ね、湯気が出てきますね。かなり熱くなってんだこれな、おそらく。へっへっへっへ、何でも売ってるコンビニあったぜ。ニクロム線200ワット238円だったかな。これ交換しましょう。スイッチを入れました。赤くなってきます。なんか真ん中の方がなかなか赤くならないですね。部分によって随分雰囲気が違いますね。赤いところと赤くないところがあります。これやっぱりやってる途中にこう伸びたり縮んだりしたんで、そのせいがあるかもしれないですね。扉をつけました。観音開きにしたんですけども、ヒーターをつけたのに、いまいちあったかくならないな。パヤパヤパヤって、ちょっとこう、まあこれで行ってみよう。マグネットキャッチも買ってきたんだけど、必要ないね、これ閉まってるから。手で開けて必要ありませんでした。5ミリから割引のカッティングシートを買ってきました。はい、完成です。完成しました。後ろの蓋をしたら、電球の100ワットニクロム線の200ワットで、時間が経てば結構中が温まるみたいです。大丈夫でしょう。まあうちなんかサツマスティックとかそういうの、砂糖と油使ったものを入れるんでね、中が、
かなり汚られるんですね。だから本当はこうバラして全部洗えるのにした方がいいんです。